に近いですね。近いでしょ、はい、びっくりしました。なかなかイベントもね、いろんなところであったかと思いますけども、はい、こんなに近いっていうのはいいですね。いや、めっちゃ緊張するじゃないですか。緊張する、はい、あなたもすごいマウンドですごいピッチングしてるんですから、それに比べたらおしゃべりなんて、もうはっきりと皆さんの顔見えるんで、ちょっと緊張します、はい、そうですね、はい、あ、シャッターチャンスですよ。今ちょっとこのお腹触ったところ、これちょっと可愛らしい感じで、今日はあのご許可をいただきましたので、はい、その場からお写真を撮っていただくことは OK ということでしたんでね、はい、また SNS なんかでも見てみてください、はい、冒頭でそこなめでございます。さあ岡田さん、はい、ではまず新年のご挨拶をまずお一言皆様にお願いいたします。はい、はい、皆さん明けましておめでとうございます。ありがとうございます。風邪などひいてないでしょうか、大丈夫でしょうか、うん、大丈夫ですか。まあ、今日は、短い時間ですけども、楽しく盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡田投資です。じゃあお座りいただきまして、はい、お願いします。ですけども、はい、今年は53試合も投げた岡田投手、はい、そもそも野球を始めたのは何年生ぐらいなんですか。小学校1年生の時に。1年生、はい、親父に野球やらせてくれって、僕全然記憶ないですけど、はい、言いに行ったらしいんですよ。お父様に言いに行ったご自身で、はいはい、そしたら断られたらしくて。断られた、はい、ダメだって言われたらしくて。お父様に断られた、はい、まだダメって言われたらしくて。ほう。でその1年の間はできなくて、2年生になった時にもう一回言いに行ったら、はい、あのじゃあいいよみたいな感じで2年生からやり始めました。その1年間で何があったんですかね。何やったんですかね、本当に。はあ、全然 やってなかったですね。そうですか、はい、みんな何年生。1年生の子います。あ、1年生、1年生、ありがとう。女の子多いかな。2年生の子、あ、多い、ね、2年生多いな。あ、下ろしてください、ありがとうございます。みんなぐらいの頃からじゃあ野球を始めた。そうですね、はい、そうですか。どうしてそこをやらせてくれって、まず、まあ、1年は断られたんですけど、どういったあれだったんでしょうね。なんでなんですかね、うん、全然覚えてないですけど、はい、まあ、何か自分の中であったんでしょうね。野球というもの自体に何かで見て興味があった、はい、かもしれないですね、まあ、多分家のテレビずっとプロ野球ついてたっていうのもあったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、基本阪神戦ですけど。基本阪神戦で和歌山県ですから、はい、そこはしょうがないですわね。その影響もあったのかなっていうのはあると思います。そうですか、はい、で2年生でようやく野球を始めることができて、はい、その頃覚えてることを教えてください。覚えてることは、はい、とりあえずユニフォームダボダボで、ユニフォームダボダボで、うん、あのなんか投げるとか打つとかじゃなくて、ただ守ってるのが好きでした、はいはい、ただ守ってるのが好き、はい、あのバッティング練習とかで外野を守ってるのが好きでした。へえ、球拾いともまた違いますよね、まあ、それは球拾い的な感じでしょうね。だからボールをかけるのが とにかく好きだったなっていう記憶はあります。そうなんですか、はい、じゃあピッチャーがかっこよかったからピッチャーから始めたっていうことじゃないってことですか。まあ、ピッチャーは僕一つ上に兄貴がいるんですけど、はい、あの兄貴がやってたんで自分はやらなくていいものだと思ってたんで、うん、あ、お兄さんがピッチャーだった、はい、はいはいはい、まあ、やりたいとも特別思ってなかったんで。あ、そうですか、はい、その頃からもちろん左投げ。そうですね、うん、はい、なんで左投げになったのかは分かんないんですけど。もともとお箸なんかは右利きですか、左利き。お箸は左です。お箸は左、はい、左利きの方おる、どう、はい、いますね、おじさん、はいはい。でもハサミとか、うん、あの文字書くとか、はい、歯ブラシとか、歯ブラシとか、あと何、でも基本的に右使います、僕。あ、そうなんですか、はい、あなたはどうですか、左利きで。基本的に左、冷静な、ありがとうございます、コメンテーターの方みたいです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、基本的に左。岡田さんはじゃあその用途によってだけど、そうですね、右が多い。右多いです、僕、はあ、はい、で一番肝心な投げるのが左、はい、なんでだったんですかね。なんでなんですかね、変わってますね、完全に、はい。お子さんなんか痒いんですか、大丈夫ですか。痒いです、痒いんですか。ちょっとまず痒いから、痒いです。シャッターチャンスですよ、これどうですか。痒いです、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 ね、はあ、で、何したっけ、痒いんじゃなくて左利き。そうそう、はあ、で、どうでしょう、はい、その後にね、智弁和歌山で甲子園に4回も出るんですよ。その岡田少年、最初からやっぱ上手かったですか。いや全然上手いとは思ってなくて、体も小さかったんで、ほう、なんていうんですかね、なんか、うん、その大事な試合じゃないですけど、はい、なんかたまにすごいことをやってたっていうぐらいです。
たまにすごいことをやってた、はい、ちょっとすごいこと自慢教えてください。まあ、完全試合仕掛けたり。完全試合仕掛けたり、はい、大野さんもできんかったのに。はいはい、仕掛けたりですからしてないですからね。あ、仕掛け、そうか、はい、途中まではさ、みんなさんいらっしゃるか、はい、まあ、ノーヒットノーランはしましたけど、はい、なんかその例えば中学校だったら高校の、まあ、有名な監督さんが見に来てくれてる試合で、うん、まあ、活躍するっていう、まあ、ちょっと持ってたみたいな。あ、勝負強いんだ、はい、そういう高校のスカウトの皆さん見てる時に、はい、中学校の時は日高マリナーズ、はい、はあ、よく知ってますね。いや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 ねえ、この間日高マリナーズで、その時にじゃあスカウトを見てて、はい、そういうことなんですね。そうですね、まあ、それもピッチャーやり始めたのが中学校2年生の終わりぐらいなので、はい、だから本当にやり始めてちょっとぐらいの時にそういうことがあったんで、はい、なんか持ってるなっていう。ビギナーズラックです、完全に。いや、ビギナーズラックって言ったってね、はいはい、すぐにはできないですけど、はい、はい、で、はい、高校智弁和歌山ということになりますよね、はい、いや、これも多分、はい、本当に縁です。縁、まあ、何かの評判じゃないですけど、はい、たまたま本当にいい投球をした試合で、ええ、そういう噂が回ってっていうお話なんで。あ、そうですか、はい、はあ、もうその時はもちろんピッチャーとして。そうですね、もうその時はもうやっとやり始めて、はい、バリバリやってた時ですね、完全に。あ、そうですか、はい、じゃあみんながまた中学校でも野球続ける頃をちょっと想像してくださいね、はい、その時に勝負強くてスカウトが見せた時に特にさらに活躍して智弁和歌山に入った。そうですね、はい、で、岡田投手がすごいのはその智弁和歌山ってもうすごい学校ですよ、和歌山で。そこで1年生の時からもうベンチに。はい、いや、これもだからたまたまです。たまたま多いな、そんなにないですよね。たまたまストライク入ったんで、はい、で、たまたまストライク入るピッチャーがいいなっていうことで、はい、ベンチ入りました。1年の夏からですよ、はい、すごいですね。いや、良かったですね、本当に。で、甲子園4回、はい、ベスト8を春2年生とか、春夏、春夏、はい、ですから連続して全国でベスト8、はい、その頃、今振り返ると、はい、甲子園活躍した智弁和歌山時代、はい、一番の思い出ってどんなことですか？一番の思い出は、うん、1イニングに10点取られたことですね。そんなことですか？はい、そんなことあったんですか、岡田さん？ありました、ありました。準々決勝です、負けた試合です。ほう、まあ、僕が10点取られたわけじゃないですけど、僕で7点ぐらい取られたと思うんですけど、はい、岡田さんでもそんなことあったんですか？はいはい、相手はどこだった？相手は静岡の常葉菊川高校だったんですけど。常葉菊川、はい、今プロに いるとかっています？そうでもないですか？いないと思います。は、はい、じゃあなんかそれだけ甲子園で活躍してても、はい、今一つって言われたらその打たれちゃった方を思い出 そうですね、思い出です、あれは、はい、そうですか、はい、ただね、その智弁和歌山で活躍して岡田投手は高校の時にもすでに高校ジャパン日本代表でした、はい、ちょっとその辺の自慢教えてください。いや、それも、はい、僕の同世代で菊池雄星っていうバケモンがいたんですけど、菊池雄星、今マリナーズね、うん、彼が甲子園で怪我したんで僕に月が回ってきて出れるようになったんですへー、はい、じゃあそうするとわからないものですね、はい、そこででも、まあ、選ばれてるということが大事ですけども、そうです、登板のチャンスはそうやって回ってきた。そうですね、まあ、滑り込みで入って、うん、はい、で、それもなんか練習試合かなんかでちょっといいピッチングして、うん、いっぱい投げることができたっていうことなんですけど、はあ、はい、たまたまが多いですね。多いです、こんだけすごいピッチャー。でもそこに行って準備をしとったからたまたまが転がってきたとは思いますけど、はい、そう思いたいですね、自分では思いたいですか、はい、そんな無理やりじゃなくてもいいんですけど、そう見えますが、はい、ありがとうございます。はい、で、ドラゴンズにドラフト1位で智弁和歌山からドラゴンズに入りました。はい、で、去年で丸10年ですか。そうですね、早いですね。うん、先輩方にはまだ22、3で止まってるって言われるんですけど。どういうことですか、それは。年齢がです。あ、若い、可愛らしいイメージってことですか。年齢がもう、やっぱ高卒で入ってるんで、止まってるっていうふうによく言われますね。僕も止まってる感じなんですけど。ほう、自分でも22、3はないですけど、25ぐらいでは止まってるなと僕も。25で止まってるんですか。はい、その22と25の境は分からないですけど、はい、とにかく若く見えるっていう、はい、ね、でもみんなどう、テレビで見るとスリムな印象を少し受けるかもしれませんけど、はい、これだけ近くで見るとやっぱりさ、骨とか太いなと思いません？思わないですよね。え、思わないですか？思いますよ、はい、
食事とかどうなんですか、岡田さん。いやー、はい、どうなんですかね、でも、食べるようにはなってると思うんですけどね、はいはい、小食って言われたことはないんで、むしろよう食べるなって言われたので。そうですか、はい、お何が好きかまた質問コーナーで考えとってね、皆さん質問ね、はいはい、で、10年、はい、去年は53試合、はい、大活躍でした。ありがとうございます。改めて、まあ、年ちょっともう始まってますけども、はい、去年振り返っていかがですか。いやー、まあもうね、開幕一軍じゃなかったんで、あのもやもやしてましたけど、まあ、5月、まあ、令和最初の僕は登録だったので、ドラゴンズの。あ、そうか、はい、ゴールデンウィーク、それを持ってるなと僕自身思ってて、持ってること多いね、やっぱりね、うん、で、まあ、どこまで力になれるかなと思ってましたけど、まさか53試合も投げるとは思ってなかったですね。なるほどね、はい、でも僕らからすると、はい、最初にいたかいなかったより、そのより後活躍されたので、はい、あまりその最初が云々っていうのは気にならないんですけど、本当です、ご本人としてはそういう。そうですね、できればやっぱ、はい、1シーズンフル回転で。あ、そうですか、はい、行きたいですね。はあ、で、年間通じて、はい、セットアッパー、抑えの活躍もしました、はい、皆さんの印象にも強いと思います。ありがとうございます。え、僕はさっきちょっとちらっと前説風に、はい、あの福岡での、はい、あの満塁で、はい、インコースダーンといったやつ、 あ、はい、あれを、はい、今年一番僕一番かっこいいなと思ったんですけど、岡田さんはいかがですか。自分でかっこいい点数つけるんですか。そうなんです、はい、たまたまとは言わせません。え、かっこいいだったら、まあ、それもそうですけど、ジャイアンツ戦のノーアウト満塁もまあまあかっこいいんじゃないですか。そうか、はい、そうですね、やっぱりそういうピンチを切り抜けた瞬間、はい、っていうところが一番。そうですね、あの、まあ、どっと疲れますけど、はいはい、あのそれと同じぐらいホッとします。そうですか、はい、今朝の中日スポーツにも、はい、あのセットアッパー大事な役割を担うのか、それとも試合の最後という大事な役割を担うのか、はい、記事にもなってましたけども、はい、岡田さんは去年の活用を踏まえて、はい、今年はどういうふうにっていうふうに思ってますか。あのやっぱ競争ですから、それはやっぱり競争か、あの監督、コーチに認められた人間がそこに座るべきだと思いますし、まあ、そうなるようにとは思ってます、僕も。そういうことです、はい、まずセットアッパーも難しい役割だと思います、はい、あれは一番気持ちいいっていうか、はい、よっしゃっていう瞬間はどういうところなんですか。やっぱりその7回8回っていうのはやっぱりその目も慣れてますし、はい、で試合の左右する大事なイニングなので、うん、でちょうど主軸に回るイニングなので。そうかそうか、はい、8イニング目というよりはまたクリーンアップが4回り目とかで回ってきますもんね。そうですね、だから一番僕はしんどいあの場所だなと思ってます。そういうことか、はい、なるほどね、そういった意味で8回を任されるっていうのも難しいこと、はい、ね、僕寒いのちょっと待っとってね、質問コーナーで手を挙げればまたこうすると熱くなるからね。で、一方で9回、はいはい、最後のアウト3つを取る大変さっていうのは、はい、言葉では僕らでも分かります。そうですね、やっぱりどうですか。まあそうですね、あの、まあ、リリーフと違うところはやっぱりリリーフは、まあ、他の人がまあケアできるというか、まだ助け舟を出せるというか、あの助け合えるっていうところ。なるほど、はい、でもクローザーはやられてしまうと自分だけじゃなくてやっぱチームがやられるのと同じなので、はい、その辺の差はすごいあるなと思いますね。責任重大ですね、はい、そういった意味ではこのトークショー、あの恒例行事なんですけども、もともとは岩瀬仁紀さん、はい、ね、あのレースがお好きということもあって、はい、毎年のように去年も来ていただいて、ですからまさに岩瀬さんから岡田さんにこれ代替わりのような感じにこのトークショーの舞台はすごいこと言いますね、本当に。そういうことですよ、すごい肩痛くなっています。言うだけでしたらもうええ加減なもんですからね、はい、それぐらいでも期待はしたいんですよね、皆さんね。で、現にもう答えも出してますから。ありがとうございます、ありがとうございます。そういった意味では大先輩から何か教わったりとかっていうのはあったんですか、はい、僕らは分からないですが、もう本当に10年間ずっと背中見て、はい、あの追っかけてきたので、うん、まあ、僕がそういうクローザーやり始めた時も、もう試合終わった後に連絡くれて。試合が終わった後に、はい、もう試合終わってもう数分後に連絡くれて、はい、あそこはこうしたい方がいいとか、もういろ、はい、もうその都度アドバイスもらってたんで、それもあって、あの昨シーズンは助かり、もうああいう成績だったと思ってます、僕は。そうですか、はい、そんな、あ、じゃあ結構、まあ、内容はともかく、はい、結構具体的なアドバイスだったんですか。そうですね、僕の気持ちも言いましたし、はい、で
そうじゃなくてこっちの方がいいっていう意見交換もすごいしていただけたので、すごい分かりやすかったですね。そうですか、はい、じゃあ今年もキャンプから競争の上、はい、そういった役割を担ったらまた行かせそうですね。そうですね、そうですね、まず岩瀬さんに連絡したいと思います。連絡してもうすぐ、はい、もう数分ぐらいですか、はい、もう数秒後に連絡してくださいね、はいはい、どうしたらいいですかって最後だ、はい、なるほど、いろいろと企業秘密もあるかもしれませんが、はい、じゃあここまでは私の方から岡田投手にお話を伺いました、はい、ここからは質問コーナーということでさせていただきます、はい、皆さんよかったら手を挙げてください。勇気を出していきましょう。岡田さん、じゃあお一人目当ててください、はい、お子さんからいきましょうか、ね、お子さんからいきましょうかね。お子さんに、それから大人チームにぐらい。さっき寒そうにしてた子、手挙げてないですよ。あれ、じゃあこの子寒かったね、大丈夫？本当お友達？この子はあ関係ないの？ お一人様？あ、そうかそうか、じゃあじっくり聞いてってね。質問はあまりなかった？ OK、分かった。よし、じゃあじっくり聞いてってな。じゃあ岡田さん、どなたにしましょうか。じゃあもう一番前の、はい、その隣の真ん中のドラゴンズのホームユニフォーム来た、はい、お金、はい、ちょっと上がってきてもらえる？あれ、階段上がってきて、あ、そっか、こっちから来て、階段来てもらえますか。お、ビシエド選手のユニフォームそうか、ビシエドさんより近いところで見守ってくれました。じゃあ、あ、ありますか。じゃあマイクを持ってください、岡田投手へ質問、皆様に聞こえるようにお願いします。どうやったら岡田選手のようなコントロールのいいピッチャーになれますか。お、めっちゃ褒めてもらった君。そうですよ、めっちゃ嬉しいんですけど。マックス149、コントロールもいい、君もピッチャーなんですか。ちょっとだけ、ちょっとだけ頑張ってよ。じゃあアドバイス聞いてやってこうよ。コントロール良くなるにはですね、はい、まずキャッチボールをもう大事にしてもらいたいと思います、うん、やっぱり基本はキャッチボールなので、そこで相手の胸に投げるのも大事ですけど、自分である程度決めて、次はじゃあお腹狙ってみようとか、右肩狙ってみようとか思って、そういう課題を持ってキャッチボールするのも大事だなと思います。ほう、はい、ビシエド君、分かった？ビシエド君、分かった？ビシエド君、分かった？間違えちゃった。66だから分かりましたか。今相手の胸を狙うとき、肩を狙うとき、いろいろと考えてやるってことですね、はい、いいですか。はい、じゃあお礼を言いましょう。教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ということで岡田さんから、あら、サイン色紙プレゼントです。いい？ OK？ はい、ありがとうございました。じゃあ続いてお子さんたち行きましょうか。じゃあ女の子、はい、あなた、うん、チアドラの T シャツなのかな、ブルーの。かわいい。ほう、よし、じゃあゆっくり上がってください。かわいい。はい、じゃあ、下のお名前教えてください。エムルです。え、エムルさん、エムルさん、かわいらしいお名前ですね。エムルさん、じゃあ岡田投手を見て質問してください。好きな色は何ですか。好きな色は何ですか。素敵な質問ですね。エムルちゃんはじゃあ何色が好き。何色？水色。水色、そこブルーじゃなかった、水色、はいはい。岡田選手も水色好き。あ、相思相愛ですねどうしてエムルさんは水色が好きなんですか。綺麗だから。綺麗だから。岡田さんと思う質問はいいですか。わかりました、水色ね。よし、じゃあお礼を言いましょう。ありがとうございます。はい、じゃあ岡田と、あ、ちょっと待ってね、岡田投手からサイン色紙です。さっき書いて、あ、エムルちゃんネイルも水色、かわいいね、かわいらしい。わあ、わあ、結構握手の時間長かったで、優しかったですね。じゃあ今度お子さんだけではあれですから、アダルトチームいきましょう。じゃあマフラーの男性、メガネの、はい、赤いチェックのマフラーをつけた、はい、苦手なバッターっていますか。苦手なバッターいますか。わお、苦手なバッターですね、はい。昨シーズン思い出してもらうと分かるんですけど、僕外国人に必ずホームラン打たれてる。うわー、ソラーソラーソラーテーソラーテ、ロペス、ソト、 あとそうだ、バレンティンはよく分かったですけど、僕外国人に打たれるっていうあるんで。いや、それはみんなそうですし、さっきまさにおっしゃった、はい、大事なところで打順がその中軸に回ってきますもんね、終盤。いやー、で見事に打たれてるってことですもんね。いや、見事にではないですけどあのインパクトは打たれちゃうとありますよね、はい、だから多分、はい、苦手なバッターは外国人ですか、ね、外国人、はい、対策は。対策ですか、はい、逃げるが勝ち。逃げるが勝ち逃げ恥もう分かりました。逃げるがとおっしゃってますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。わかりました。苦手な方はいますか。バッターですか。バッターありますか。バッターは、バッター、はい、や
っぱ外選手です、ね、外、あ、あれ、あれ一緒なんだ、すいませんでした、ほんとに、じゃあ、二人で逃げてください、もう逃げていただいても、はい、はい、じゃあ、サイン色紙受けて、拍手してください、ありがとうございます、ありがとうございます、続いて、はい、アダルトチーム、じゃあ、アメリカのそのマフラーですか、それ、はい、トランプさん、じゃあ、こっち、はいはい、トランプさん来ていただいて、はい。じゃあ質問は最後になりますけど、じゃんけん大会やりますからみんなその場で待っててね、場所は移動しないでね、危ないからね。さあトランプさん、下のお名前を教えてください。ゆうへいです。ゆうへいさん、はい、ゆうへいさんは岡田さんへの質問を、はい、来年オリンピックありますけど、はい、どう目指してます？いやオリンピック、いやもちろん2015年とか出たいとは思いますけど、うん、一回WBC でもやらかしてるタイプなんで。やらかしてないよ、抑えて、あなたがいなかったらあれ勝ち上がれんかったんだから。ちょっとその基準としてはちょっとマイナス点がありますよね。マイナスない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 、ゲッツーで終わっとるからあれ、はい、でもサッカーでも、はい、ワールドカップ牧さんとか選ばれてるじゃないですか、サプライズっていうことも考えられるんだ、はいはい、そうか、サプライズにしては弱くないですか僕。いやそんなことはなめこ自身でもそこだわ、謙虚すぎますもんね岡田さん、すごいことやってるのに。田中のマー君とか、はい、ダルビッシュさんとかの方がもうサプライズ。でもあれはあれじゃないですか、メジャーも選ばれない可能性はあるじゃないですか。あ、そしたらやっぱり左中撃、はい、抑えのエースあるんじゃないですか。ちょっと弱いな。弱くない。失礼ながら今日のキーワード、たまたまいろいろと大事な命綱が呼ばれるってこともあるかもしれませんよ。じゃあちょっと稲葉さんにちょっとしっかり、そっちですか。アプローチかけてください。いいですね、はい、逃げたりすったりいろいろ大変ですよ、はい、お母さん、はい、なるほど、大きいのでやっておきます。そうですね、はい、ということでその質問されたってことは出てほしいっていうことでしょう。そうです、出てほしい、おっしゃってください、はい、頑張ります。で、弱いな。なんでいや、キャンプからその活躍で稲葉さんは見てると思いますから、はい、じゃあアピールします、キャンプから、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ受け取ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、じゃんけん大会に参加したいでしょ。 OK、 はいですね、ありがとうございます。じゃあ岡田さん、はい、最初はグーで岡田さんとじゃんけんをして、はい、あんたたち勝った方だけが立ったまま残ってください、はい、負けとあいこは残念ながら、終わりということでお座りいただきたいと思います、はい、じゃあ岡田さんとじゃんけん、これもなかなかこの距離でないよ、はい、行きましょうか。行きましょう。岡田さん、はい、何出しますか。パーですね。パー出しますか、はい、さらっとおっしゃったぞ。どうでしょうかね、これはそのまま額面通り受け取っていいのか。行きますよ。じゃあ岡田さんとじゃんけん、皆さん行きましょう、はい、最初はグー、はい、じゃんけんポン。あ、正直者、岡田投手を信じたあなた正解です。というかもう大体みんなチョキだな。そりゃそうですよね。そうか、少年少女たち一部ちょっと着席されてますけど、負けちゃった、残念だったな。よし、じゃあ2回戦行きましょう。2回戦行きましょう、はい、じゃあ勝った方だけですよ。行きますよ、2回戦最初はグー、じゃんけんポン。正直すぎる、パーの連発。随分残りましたね。これは岡田さん、はい、どう読みますか。これは2回戦でみんな続くことはないだろう、はい、いうことですね。いや僕、はい、やっぱりずっとパー出すと思うんで。ずっとパー出すと思うんで、はい、これ伏線ですよ皆さん。どう読み取りますか。百戦錬磨のピッチャーですから、これいろんな駆け引きありますからね。いきますよ、3回戦、はい、岡田投手とじゃんけん、最初はグー、じゃんけんポン。あら、これだけ続くと、皆さん信じてくれますね。信じてくれますね、はい、信じてくれますから、これギリなくなる恐れがありますけど、はい、じゃあ次パー出します。じゃあ次パー出します、はい、ちょっと女子が噛み合いませんがいいですか。じゃあ次パー出しますという宣言の岡田投手とじゃんけん、はい、最初はグー、じゃんけんポン。どうしましょう、なんかシャッターチャンスでちょっと僕入ると邪魔になるんで、ちょっとさ、なんかポーズをどうしましょう。せっかく、あ、ちょっと待って、電話かかってます。大丈夫ですか、電話ですけど、大丈夫ですか、うん、もう外、ちょっと待って、もうすぐ終わるからちょっと待っとってね。はい、行きましょう。はい、温泉のプレゼントもあるからちょっと待っとってね。はい、行きますよ。じゃあ岡田さん、なんかこう、新年の近いポーズをここにお越しの皆さんだけにちょっとやっていただ、はい、なんですかその直立不動は。ドアラのあのポーズみたいになってますけど、シャッターチャンス。はい、3、2、
1、 OK。 目線をどこにやったらいいか分からないですね。目線をどこにやったら、はい、アピールしていただければ目線やったのにねえ。で、まあ大丈夫、もうかけ直さなくていいですか、大丈夫ね、はい、行きましょうか。はい、じゃあ岡田さん、はい、あのシャッターチャンスもいただきありがとうございました。じゃあ今日このボートレース常滑にお集まりの皆様だけに、はい、最後に新年の抱負とご挨拶をちょっとよろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、年も明けて、また始まる季節となってきましたが、まあ、本当にもういよいよ打破しないといけないなと思ってます。もう B クラスは皆さんも飽きたと思いますし、僕自身も飽きてます、正直。やっぱり優勝争いして一緒に喜びたいですし、まあ、そのためにはやっぱり皆さんの応援も必要ですし、僕たち選手一人一人が自覚持ってこのキャンプやっていきたいと思います。なんでまた熱い応援の方、今年1年間よろしくお願いします。ありがとうございます。岡田俊哉投手の大きな拍手をお願いいたします。今日はありがとうございました。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 